国際サッカー連盟 FIFA は通称ソルトベイで知られるトルコ人シェフのヌスレット・ギョクチェ氏らの調査を開始した。世界で最も有名と言っても良い塩を振るトルコ人シェフのヌスレット・ギョクチェさんが国際サッカー連盟 FIFA の規約に違反したことが分かった。そのギョクチェさんだが、カタールワールドカップ W 杯の観戦に訪れており、18日に行われた決勝戦のアルゼンチン代表 VS フランス代表の試合に姿を現していた。しかし、ギョクチェさんは試合後に36年ぶり3度目の優勝を喜ぶアルゼンチン代表の選手たちの輪の中に入り、ピッチに降り立っていたが、どうやら無許可だったとのことだ。さらにギョクチェさんはリオネル・メッシをはじめとしたアルゼンチン代表選手とのセルフィーを撮影したり、 W 杯のトロフィーを手にする姿も目撃されている。優勝したアルゼンチン代表 FW リオネル・メッシ35イコールパリ・サンジェルマンが嫌がっているにもかかわらず、この人アルゼンチンの選手たちから強引にトロフィー奪い取って写真撮ったりキスしたりしてた。それも何度も。必死に戦って人生最高の瞬間を勝ち取った選手たちにあんな気まずい顔させんなよ。ただ、閉会式の間に W 杯のトロフィーに触れられるのは、W 杯優勝者と国家元首に限られるという規則があり、これに違反していると FIFA のスポークスパーソンが明かしている。アルゼンチンとは縁もゆかりもない一発のトルコ人が神聖なワールドカップに触りキスまでしているのだから非難されて当然。サッカーの優勝者に対して大変失礼な行動であり、許せるものではない。 FIFA は厳罰の対処してほしい。 FIFA は12月18日にルサイルアイコニックスタジアムで行われた閉会式の後、個人がピッチに不当に侵入した方法を検証しています。適切な内部措置が取られることになります。その上で FIFA のスポークスマンは不正なアクセスについて調査が行われているとし、適切な内部措置が取られると語っており、スタッフらが処分される見込みという。ギョクチェさんは FIFA のジャンニ・インファンティーノ会長との関係もないことが明らかとなっており、 FIFA との商業的な関係もないとされている。またインファンティーノ会長がインスタグラムでフォローする303人のうちの一人だったが、現在はフォローを外されているという。会長のコネであることは間違いない。批判よりリスペクトする人の方が多いだろうから、すごい宣伝効果だよ。 FIFA 会長に招待されて表彰式に出ていたレストラン経営者らしい。 SNS でも人気のレストラン経営者らしいけど、この後の SNS の評価をフォローした記事もぜひ見てみたいと思う。面白かったよ、なのか、お前のレストランにはもう行かない、なのか、どっちが多いかな。なお、FIFA 会長インファンテイーノは以前から金まみれの金券体質で、W 杯を金儲けの道具としか考えていない男なので、彼ならさもありなんではある。世界中に知られ、著名人もレストランを訪れるなど関わりがあるギョクチェさんだが、聖域に踏み込んでしまったことは大きな失態だったと言えそうだ。だから、競技場には選手と関係者しか入れないルールが一番良いのよ。あの人は大丈夫なのに、この人はダメとか面倒でしょう。しかもその境をどう決めるか難しい。どこの世界にもおバカはいるものよ。何かあってからでは遅いので、こういうことが今後起きないよう対策してくれ。処分が検討されて当然だと思います。二度とこのようなことが起きないように非常に高い罰金、いかなる試合でもスタジアム内での観戦を禁止とかでいいと思います。